湿度、湿度,湿度とは、大気中に水蒸気の形で含まれる水の量を比率で表した数値。空気の湿り、具合を表す。空気が水蒸気の形で包含できる水分量、飽和水蒸気量は温度により一定している。この限度を100として、実際の空気中の水分量が最大限度の何パーセントに当たるかを比率で表した数値が、 湿度である。湿度にも数種類の指標があるが、気象予報などで一般的に使用されるのは相対湿度である。絶対湿度とは、国際的には溶石絶対湿度のことである。しかし、日本では空気調和工学の分野では、重量絶対湿度、混合比が絶対湿度と呼ばれている。溶石絶対湿度、略称 VH とは、 大気中に含まれる水蒸気の密度、溶石あたりの質量である。単位は、グラムマイリッポーメートル、G マイメートルが用いられている。飽和水蒸気量とも言う。溶石の空気中に含まれる水蒸気の質量をとすると、溶石絶対湿度はと表される。水蒸気を理想気体とみなして禁似すれば、気温を水蒸気圧をとしてと禁似される。 相対湿度、略称 RH とは、ある気温における、飽和水蒸気圧に対する実際の空気の水蒸気圧の比である。一般に100分率、パーセント%、で表される。空気の水蒸気圧を、気温における飽和水蒸気圧をとすると、相対湿度は、と表される。水蒸気を理想気体とみなして近似すれば、水蒸気圧は、 水蒸気量に比例する。空気中に含まれる水蒸気量を気温で空気が含むことのできる最大の水蒸気量、飽和水蒸気量とすればと禁じされる。分母の飽和水蒸気量は気温が高くなるほど大きくなり一度あたりの増加量も拡大する。このため相対湿度が同じでも気温が高いほど空気中の実際の水蒸気量は多い。また、 気温が下がると分母は小さくなるので、相対湿度は上昇する。相対湿度が100%になると空気中の水蒸気が飽和し、それ以上の水蒸気は凝集して液体となって結露を生じる。この時の温度を露天温度という。尿素やクエン酸などの水溶性物質では低湿度では全く吸湿が起こらず、ある相対湿度以上で急激に吸湿量が、 増大する場合がある。このような変化の起こる相対湿度を臨界相対湿度、クリティカルレラティブヒューミデティ CRH と呼ぶ。臨界相対湿度は、飽和水溶液の蒸気圧が空気中の蒸気圧に等しい点である。したがって、臨界相対湿度以上の相対湿度では、固体が完全に溶解され、さらに希釈されてその溶液の蒸気圧が、 空気中の蒸気圧に等しくなるまで吸湿が進行する。一般に臨界相対湿度の高いものは吸湿しにくく、低いものは吸湿しやすい。混合物の臨界相対湿度は、核成分の臨界相対湿度より低く、混合物 AB の臨界相対湿度 CRH は、核成分 A、B それぞれの臨界相対湿度 CRH。CR H CRH の積に禁じすることができる。これは、エルダーの仮説、エルダー、S ハイポセシスと言われ、この場合、A、B 量成分の飽和水溶液の蒸気圧が臨界相対湿度に対応する。重量絶対湿度、あるいは、混合比、とは、乾燥空気の質量に対する水蒸気の質量の比である。単位には、キログラム、キログラム、DA が用いられる。 d.a. はを意味する。水蒸気を含む混合空気を湿潤空気、湿り空気という。湿潤空気から水蒸気を除いた空気の成分が乾燥空気である。空気調和工学においては湿り空気線図などで一般的に用いられる。水蒸気量を乾燥空気の密度とすると重量絶対湿度はと表される。 水蒸気と乾燥空気をそれぞれ理想気体とみなして、禁じすれば、水蒸気圧を空気の圧力をとすれば、と禁じされる。皮質とは、湿潤空気の質量に対する水蒸気の質量の比である。水蒸気量を乾燥空気の密度をとすると、皮質はと表される。水蒸気と乾燥空気をそれぞれ理想気体とみなして、禁じすれば、水蒸気圧を、 空気の圧力をとすれば、と禁止される。地球上の各地における湿度は、各地の降水量や気温に大きな影響を受ける。降水量が多い地域は、湿度が高く、気温の低下は飽和水蒸気量の低下につながるので、絶対湿度は下がる。また、湿度は季節によっても大きく変化し、雨季には高くなり、寒季には低くなる。 日本では一般に夏季に湿度が高く、冬季に湿度が下がるため、材木などの岩水量が低下し冬季に火事が多い。これは、夏室冬乾である、温帯湿潤気候や温帯化う気候、冷帯湿潤気候の地域などでも同様である。一方、夏から冬室である地中海性気候の地域では、冬季に湿度が上がり、夏季に湿度が低くなって、山火事が多発する。 乾燥による火災の目安として、実行湿度という指標が用いられる。乾燥注意報の基準には、相対湿度の非最小値である、最小湿度と実行湿度が用いられる。1日の変化は、ほぼ気温に依存し、昼間は低下し、夜間に気温が下がるにつれて湿度は上がる。気温が低下する夜間に、夜梅が生じたり、早朝に霧が出て、火が昇ると消えるのは、このためである。 気象観測上、1日のうち最も低かった湿度の値を最小湿度として記録し、統計を取っていて、最低値は1971年1月19日に、鹿児島県薬島で0%が記録されている。一方、最大湿度は100%に近い値になることが、珍しくなく、統計は取られていない。また、都市化により、湿度は長期的に低下する傾向がある。 東京、大手町では20世紀の間に年平均相対湿度が20%程度低下した。土壌などの吸湿性のある地表が少なくなった影響とみられている。生物の成分の大部分は水であるから湿度はその体や活動に大きな影響を与える。人に対しては乾燥は唇のひび割れや乾燥肌などを引き起こす原因となる。また、 体感温度などの感覚的な温度にも湿度の大小が影響する。一般的に湿度が高いほど暖かく感じられ、その体感温度に対する湿度の大小の影響度は気温が高いほど大きくなる。そのため、深い指数は温度に湿度を勘案して計算される。また空気調和設備では湿度も制御の対象であり、湿度の観測を行い、加湿器や 除湿器などを用いて制御を行う。また、住宅などを中心に、加湿器や除湿器を単独で用いることがある。高い湿度の環境を避けるために、除湿器や乾燥剤などの部分的な除湿装置が日常生活で使用されることがあるほか、工業用、科学実験、研究用、デシケーターなど、広い用途に用いられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。